いやどうもこんにちは。マンでございます。小ネタ、ルミックス GX7M3、G7X とかじゃないね、GX7M3 だと思うんだけど、これ本当に型番が覚えられなくて、しかも書いてねえよ、これ。ああ、下に、そこに GX7M3 って書いてありますね。マイクロフォーサー好きです。今日はマイクロフォーサー好きのアスペクト比についてですね、私がえものすごい主観、 ババリバリなんですけども、えー、意見を述べようと思っておりますどういう意見かっていうと、マイクロフォーサーズって、えー、なんかフォーサーズって名前自体は、サードパーティーのためのっていう意味のフォーサーズだったんだってね、もともとね。まあ、今、マイクロフォーサーズっていう企画になってるんで、えー、レンズマウンド自体違うんだけどね、そこまで正直あんまり興味がないんだ。マイクロフォーサーズを使って楽しいなで済別にんじゃってるからいあれなんだけどで、マイクロフォーサーズって、 4対3じゃんアスペクト比がアスペクト比がアスペクト比って何かっていうと縦と横の比なんだけど横位置で取ったら横が4縦が3っていうやつですね、えー、4対3のアスペクト比って意外とちょいちょいあってフィルムの時代でいう645とか645が一番身近でまあそれがい多いのかな他に4対3のまあ昔のテレビとか4対3でしたね えー、映画とかの世界で言うとあれビスタとか4対3だったっけな、まあ、もちろん違ったら後で訂正しますけどもそんな感じで結構ね正方形に近いとまでは言わないんだけどまあまあもったりした4対5ほど正方形に近くはないんだけどまあまあもったりした感じで,で人間の心理って面白いもので。 えと僕よく覚えてるのは PSP っていう携帯型のゲーム機が発売される時に携帯型ゲーム機で初めてあれ確か16対9になったはずなんですよ当時。で横長じゃんって言ってなんか映画見たいじゃん映像見たいじゃんっていうのが出てこれまでのゲーム機となんか違うねっていうのがそのメディア側ではって話が出た時にソニーの人だと思ったんだけどその横長のディスプレイの方がそのこう。 意識が没入して、こうほうの,他のこと、をディスプレイ外のことを忘れやすいんだよっていうことを言ってたのを僕、多分ね当時写真やってなかったと思うんですけどそれをへーって思って聞いた覚えがあるんですね。で、その後まあ自分が実際に写真を撮ってやってみると横長のフォーマットの方がなんかこう、スーッと意識が入っていくような気がするんですよ。 なんていうの皆さんもそういう体験ないだから映画については映画全部じゃないんだけど映画についてもいろんなアスペクト比があるんだけど、まあ、シネスコってやつが例えばあって2.35対1なんこんなんだよ2.35対1って、まあ、こんな横長でよくって思うんだけどシネスコの映画って例えばこういうモニターで見ている時にしても例えばこれ16対9のはずだねこのモニ、まあ、ここにある,あると思ってください <laughs> モニターがあってこれ16対9のはずなんだけどそこに2.35対1のシネスコの映像を映すとまあ 黒い帯が入るわけですよ結構黒い帯が上下に入るんだけど最初はあ黒い帯だって思うんだけど見てるとすぐに忘れませんそれ黒い帯だって思ってたのは本当に3分5分ぐらいだけであとはもうずっと映像をこう他のことを忘れて映像を見ていられるような気がするんですよでそれに対して まあ最終的にはスクエアとかになると思うんだけど、まあ、スクエアだよね、最,最終的にはスクエア1対1までいくと思うんだけど横がどん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 んないというか、えー、横長でないっていうの縦長とは言わないんだけど横長じゃないアスペクト比になっていくとどんどん,どんどん別に没入しないというわけじゃないんだけどちょっと印象が違うね、アスペクト比から受ける印象だけでも違ってくるのでそのあたりです、ね、その実際に自分が写真を撮ったり人に見せたりするときにアスペクト比は何を選択するか。 まあ、撮る時点でフィルムなんかの場合は、ね、ある程度決まってたりするんでっていうのが非常にこう大きな問題として、えー、取り沙汰されてきたんでございますよ。で今の僕らが使ってる僕が一番慣れ親しんでいるのは2対3なんですね。だから2対3のフォーマットっていうのを僕が見慣れちゃってるからでもう一個ねいくつか好きな理由があってまず見慣れているからっていうのがあるでしょ。で次に縦にも横にもできるアスペクト比としては一番横長だと思うんですよ。 16対9のフォーマットをこれぐらいこれぐらいのやつを縦で使ってもまあ悪くないし、たまにスマホ写真でそういうの見るんだけど、あのー、スマホ側のカメラの設定を16対9のまんまで縦で撮っちゃった人っているでしょ掛け軸みたいなやつあるでしょ悪くはないんだけど、プリントとかにすると非常に効率が悪いですね。ロール紙でも使わないといけないし、普通の、その何 ?A4 とかにプリントすると横が。 縦,縦で A4 で16対9の写真をプリントするとざっくり意味がなくなるから自分でこうジャって切らなきゃいけないしもしもそれを紙に合わせて横幅をか紙の横幅に合わせるんだとするとなんか半分ぐらいなくなっちゃいません上下ででも非常に効率が悪いなというふうに思うので2対3ならまあなんとかっていう感じもするんですねだから、まあ、まあ個人的なもんよ好きなアスペクト比を使えばいいのもちろんっていうふうに思うんですがこっからさらにプリントしようって考えると 2対3の横長だと思ってね2対3のフォーマットって A4 とかの紙に A4 だろうがえツ、ー、6切りだろうが L 版だろうが全部代表的なその紙の形だと全部長辺が切られるだから長辺が切られることっていうのをよく生徒さんにパツンパツンのコズになってるよって言うんだけどあの写真をプリントする時点でプリンターでねやったことある方は。 紙片縁なしプリント対応っていうプリンターであっても、えー、どの道紙片食われるわけよねだから紙の横幅紙が例えばプリンターがあってプリンターに後ろから紙差し込んでこう前に向かってベャーってプリントされてくるでしょでプリンターのそのヘッドが横に横に動くんだけどはみ出す部分がないとプリンター側も縁なしになんないからちょっとはみ出したいわけですよ ではみ出し量を少なくともエプソンのプリンターなんかの場合だとどれぐらいはみ出しますっていうもちろん紙送りの精度もあるから1ミリとか余裕でずれちゃうからねだからそのあたり紙送りの精度がいかに21世紀の時代といえど、えー、そこに命をかけて開発してるわけではないっぽいので、えー、はみ出しちゃう、まあ、1ミリは言い過ぎだな丁寧にやれば1ミリ以下の誤差になると思うんだけど基本的にはみ出し ちゃううよというかはみ出すのが前提でプリントせざるを得ないし、えー、サッシだったりポスターだったりとかっていうのは立ち切りつってあとで写真がギリギリ端っこまでいってるやつってあとで切るね切った時にギリギリまで来るということは写真のデータの状態の時に僕の頭がギリギリフレームの端っこに行ってるやつがもうなくなるのがそこから削られていくのが前提なんですよね でそのプリントの面からいってもはみ出さなきゃいけないはみ出さなきゃいけないということは大事な被写体がちょっと内側に入ってないとトンボの内側に入ってないといけないプラス写真の場合はさらに額装したりするわけでだからプリントで切られ額装で額の端っこに額のフレームツーンはマッ,トのとこかマットのとこに切られってなるわけでそんなことを考えたらあんまり端っこには持ってかねえだろうって思うし。 もうちょっと難しいことというかもうちょっと先に進んだ人向けに行ったりするんだけど構図上めちゃめちゃ端っこに持ってったものって何ていうの構図の安定性っていうのかな自分が構図上見せたいものの配置っていう風に考えるとそのアスペクト比が例えば変わっちゃうけど2対3で取っても長辺が切られるのが前提だから端っこの方に重要なものを置くというかえー、とね論理的にはね え端っこに置いてあることが重要な写真だとするとま対局にあるも日の丸構図なんだけど日の丸構図にしとけばど真ん中にボンってものを置いておけばどういうアスペクト比だろうが後からちょい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 切ろうがあんまり影響を受けないでしょ構図上印象見,る見た人が構図から受ける印象ってあんまり変わらないと思うんですよだからそれはある意味で有利だと思うのねそれに対して端っこの方に置いてあることが重要な構図の場合ってその切られ具合によって 印象が変わわっちゃうわけだからそれを指して僕は絵が崩れちゃうなっていうふうに個人的に思うのであんまり生徒さんにも端っこに置くことが大事な構図の端っこの限界は常に考えといた方がいいよだからパツンパツンでいきなり撮っちゃうのは危ないよだからトリミングはダサいよねっていうことをよく言ってるんだけどトリミングは仕事,仕事とか。 えーまあ、あ本当に本ちゃん勝負の作品とかの場合は、まあ、しゃあないっつってやることをやっていいと思うので全然ね別にテクニックとしてありだと思うんだけどテクニックっていうか、まあ、単純に手段として、あのー、認められるべきだと思うのでね推奨はしないけどしゃあないわってよくあるでしょいろんな仕事で。っていうふうに思うんだけど、あのー、トリミング写真の技能を磨く場としてはあんまりこう望まれないものだねという遠回しな表現をしてるんですけどそんな感じなんですよ。だからそれを 気にしすぎちゃうと後でトリミングしないで済むようにつってパッツンパッツンみっちみちで撮るようになるんだけどそれはそれで後で使い回しができないというかデジタルでしか見られない写真になっちゃうんでいやそれは苦しいぞってまあ構図上ね狭苦しいっていうメッセージにもなってしまうのでそのあたりはわざとじゃないんであればパツパツやめた方がいいよっていう話にもなったりするしまあどっちつかずなもんですよ写真ってバランスだから行ったり来たりが面白いわけでね。 でそういった面からですねあの2対3で撮る写真ってプリントで必ず両端が食われてしまうんで構図が左右に広がった構図を撮るときに左右がなくなっちゃってうわー悲しいってなるんですよ。 それがねやっぱり2対3で取ってて紙にプリントするときのいらだちというかジレンマというかがそういうのがあって2対3の紙作れやって思うのね俺からすると思うんだけどあれ紙は紙で都合があってさ紙はほら大きな紙から半分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 っつって売っていくじゃないだからまあ1対 1, 1点1対ルート2か黄金比ってやつね1対ルート2で,での1対1.1対 1.414? という人よそんんなもんだよねだからその1対1.4ぐらいで作っておくとその紙をこう半分半分にして A4A5A6 って売っていく都合上いいので、えー、プリント側の元のデータの都合に合わせるんだよな、ね、紙の都合に合わせて僕らはプリントせざるを得ないし額もまあ一般的なやつ額オーダーすればいいんだけど一般的なやつについてはその A, A いくつとか B いくつとかあとはまあな何切りってやつね。 に応じてて作られているものなのでまあそうかしょうがねえなって思うんでどうしてもわがままをつき貫きたければ A4 の紙の、まあ、横長だとしたら A4 の紙の上下を切っちゃうよねプリントを自分のプリントするサイズを優先にしてそれに対して髪を余らせてあとで自分で髪を切り額装したければそのサイズそのまあ何センチ何センチっていうのでオーダーして額を作ればい,いっちゃいいんですけども、えー、まあでも面倒くさいよねそういうことね。 って思ってるのねで思ってるところでマイクロフォーサーズを久々に見てみるとマイクロフォーサーズってもともと4対3のモタッとしてるんで、ね、マイクロフォーサーズで写真にプリントしようとすると基本的には長辺側がちょっと切られるはずだよねごめん一応確認するわはいはいはいよかった、えー、長辺側横1で4対3の写真見た時には長辺側が切られることになるんですね で長編が人によってもちろん構造を決めるときにどっち側基準で構造を決めてるかっていうのは人により写真によりいろいろとあると思うんだけど僕個人からすると長編側を基準で構造を決めている場合がどうも多いっぽくてマイクロフォーサーズにの写真をプリントするときの方が大事なところが切られにくいなっていう印象があるんですよ紙にプリントした時にね。っていうふうに思うのでなんかこう。 マイクロフォーサーズ意外と悪くねえなっていう風にその点については思うんでございます。だからね、マイクロフォーサーズのアスペクト比でちょっと正直めんどくさいなと思うのはデジタルで見せるときには僕2対3が好きなんですよ。2対3か16対9。大体2対3だけどね。2対3僕自身が見慣れちゃってるから、まあ、ステレオタイプ的なものがあると思うんだけど、基本的には2対3の方が見やすいので2対3で見せたいなと思うし、撮るときにあのマルチアスペクト比って言って、あの ファインダーツの EVF も上下を切った状態2対3の状態で見せてくれるんですねだからその状態でバチッて撮っておくとあの昔のフィルムカメラじゃないですけどローのデータについては4対3のローデータがもちろんそのまま記録されているのでライトルームに持っていった時にトリミングされた状態になってるんですよローデータで取り込んでいるんだけどそれが、えー、ライトルームの切り抜き機能で2対3で切った形で最初初期状態で読み込まれるんですねありがたいっちゃありがたいんだけど 初期状態コントロールシフト R って押して、あのー、老元像を完全にリセットをよくするんですね。最初どうなんだろうってってやると、そのトリミング情報まで一気になくなってしまうので、あ、そっかって、もう一回2対3にやり直してってやらなきゃいけないし、プリセットで2対3にトリミングするっていうことは、プリセットに登録できないんですよ。できないはず。っていうことがあって、ちょっとなんか手間かってめんどくせえしなと思うんだけど、えー、同じデータをウェブに使い、同じデータをプリントに使いっていうふうに、その、 用途の多様性メインで考えてみると意外とね絵が崩れにくくてプリントにもああいいんだなっていう風にマイクロフォーサーズに対して思ったもので今日今もう15分30秒くらい喋ってますけどもそういう感じでお話をしてるわけでございますだからねこれまでもちょいちょいお話は出たと思うんだけど写真のアスペクト比が写真の印象構図の印象に及ぼす影響って結構大きいんで えー、私を運営してるオンラインサロン内でもシネスコでちょっと撮ってみようかってお題を出してすごい楽しかったねそれもシネスコ2.35対,対1ねっていうのでやってみて面白かったなっていうのもあるので皆さんねそのトリミングがイコールで悪というわけではなくなんだろう、まあ後でごねごねすりゃなんとかなるっていうのがダサいだけであの自分が最初からこれで撮ろうって思ってるのは全然 OK だと思うのねトリミング論もね。 面倒、まあ、くさい人がいっぱい湧いてくるんでもなかなか鬱陶しい扱いづらい話ではあろうと思うんですけども,もやる人の気持ちの問題で,、ね、で結局さあのよく初心者の人に聞かれるのはどこまで写真って加工していいんですかって言われるんだけどダサくなきゃいいんだよダサくなきゃ別にいいダサいっていうのはいろんなもちろんバリエーションがあって見た目にとにかくうわかっこよるっていう場合もあるし加工しすぎてダサいなっていうのもあるしでもちろん人によって見方がいろいろあるからの人によっては 加工しなさすぎてダサいっていう人もいるだろうね多分ね今はもう色をねじっていくのが当たり前になってるからそのあたりですね皆さん、えー、そのダサいのかダサいくないのかっていうのは個人個人が、えー、社会を形成写真世界なのか写真以外も全部含む世界なのかわからないですけど社会を形成している我々一人一人がこれはいいなこれはかっこいいなかっこ悪いなっていうのを一人一人の判断がこう集積されていくのが面白い、まあ、民主主義的ですねというふうに思うんですね えー、なかなか質問にこっちも答えづらい部分はあるんですけど僕個人としては最終的にいつも言ってますけどよけりゃいいの世界なので、えー、自分がダサいと思わないことをやらなきゃいいしただねやってみた方が面白いよなるほどってやる人の気持ち分かるからこれは後でごねごねしてああそういう話もしたかったの、ね、YouTube で、えー、また次回そういう話をしようとか結果と手段のどちらを優先するかっていう話をねぜひしたくてっていう話にもつながっていきますねぜひまた遊びに来てください